皆さんこんにちは、セナです。今回はニューヨークのグルメを紹介。ニューヨーク在住者おすすめ超人気の巨大サンドイッチを食べに行きます。そして食後は大都会マンハッタンのど真ん中にあるこれまた巨大な公園セントラルパークへ。では今回もLet's go check it out! Fラインのデランシーストリートっていう駅にやってきました。今からお昼を食べに行きます。駅から6分ぐらいちょっと歩いてレストランまで行きたいと思います。よし、今駅からゆっくり歩いて10分ぐらいかけてきたのはじゃん、着きました。これ Cat's Delicatessen、サンドイッチ屋さんです。結構有名店らしい。ここはね、絶対にニューヨークに来たなら行った方がいいってお友達に言われたレストランです。やば、超アメリカン。Turn them on the way out. You're gonna pay the bill with them when you leave. You will not lose them. やば、すごくない？アメリカンダイナー感すごい。なんか券を入り口でもらって、これに多分オーダーを記入されて、帰る時にお支払いして帰るみたいです。パストラミサンドイッチがね、すごい有名だって言ってた。パストラミとコーンビーフ？フィリーチーズステーキとかも美味しそうだけど。今オーダーしようとしてるところです。すっごい人。カッターっていうのがあって、1番から7番まであって、要するにレジだと思うんですけど、ここで注文をするんだと思う。とにかくすっごい人で、多分ローカルの人とかもすごいたくさんいて、こういうとこ来るとワクワクしますね。すごい雰囲気ある。 Hi, pastrami sandwich and half size corned beef sandwich with chicken noodle soup.I can try this? Thank you. やばい、お肉めっちゃ美味しい。味見させてくれた。No, thank you. Sorry. Thank you. また味見くれた。柔らかい。美味しい。ひときわ美味しいサンドイッチが食べられると地元の人からも人気で、有名人や大統領も訪れたことのあるお店。映画のロケ地にも使われたことがあります。Thank you. 入り口側の列がサンドイッチを頼む列で、奥側にドリンクやサイドディッシュをオーダーするカウンターがあります。分かれてるんですね、オーダーする場所が。やばい人だな本当に。このピクルスの料理やばくない？うちらピクルス嫌いなのに。さあ皆さん揃いました。So we got an Orangina Mountain Dew. Orangina Mountain Dew 飲み物。 Oh my god, so big. 巨大。これね、ハーフサイズのコンビーフサンドイッチと、これでハーフサイズですよ。で、こっちがパストラミサンドイッチなんですけど、すんごいお肉の量。見てこのサイズ伝わる。そして山盛りの巨大ピクルス。あとチキンヌードルスープ。これ全部で54ドル80セントです。約8000円。高いね。サンドイッチ1個ね、25ドル弱ぐらいするんですよ。このハーフサンドイッチとスープのセットも22ドルぐらい。じゃあちょっといただきたいと思います。コンビーフからいこうかな。じゃじゃん、めっちゃ入ってるコンビーフ。いただきます。めっちゃ歯にパンがくっつく。とっても柔らかくて程よいしょっぱさで、パンがすっごい柔らかくてもちもちです。子供たち食べると思って抜いてもらったんですけど、本来はマスタードが入ってて、すごいマスタードとよく合いそうです。おいしい。でも席にケチャップとマスタード置いてあるから、お好みに合わせて追加できる。じゃあこれいくよ。やばいねこれ。じゃーん、パストラミサンドイッチ。すごい脂が乗ってて美味しそう。これは美味しい。コンビーフより好き。お肉すっごい柔らかい。コンビーフより柔らかい。もうちぎれる、すぐに。ほろほろお肉が。これもね、すごい程よい塩加減。この薄くカットしたステーキ、お肉が何枚も層になって入ってるから噛みやすい。周りの人も結構みんなこのパストラミサンドイッチ食べてて、あとポテト、フレンチフライ頼んでる人もいっぱいいますね。これは絶対マスタードとケチャップつけた方がいい。すごいよく合うお肉と。ただめちゃくちゃ食べにくいです。お肉ボロボロ落ちてくる。これピクルスかなと思って食べたら、キュウリのキュウちゃんお漬物の味して美味しい。酸っぱくない。なんか結構お一人様で来てるアメリカ人の方も多くて、食べてる量がめちゃめちゃヤバいかも。8ドル45セントのこんなでっかい山盛りポテトとフルサイズのパストラミサンドイッチ、いやあのピクルス、この大量のでっかいピクルス全部一人で食べてて、さすがですね。美味しかった、美味しかった。とっても美味しいし、もうザ・アメリカンみたいな雰囲気で、すごい行ってよ
かった、うん、まあただ値段はね、ニューヨークアメリカでも最も物価が高い街なので、まあちょっと高いですけど行ってみる価値はあると思います。あんなごついサンドイッチなかなか日本では食べれないと思う。と今からセントラルパークかな、ちょっと行ってみようと思います。やってきたのは 57th ストリートっていう駅です。 F ラインセントラルパークの最寄り駅です。セントラルパークって縦に長い長方形型のすっごい広いマンハッタンのど真ん中にある巨大な公園なんですけど、この南の方に子供のプレイエリアとかがあるそうなので、一番南から入っていきたいと思います。この先にねもう公園があるはず。面白い車走ってる、なんか象がいっぱい座ってる上に、何これ。さあ着きました、セントラルパーク目の前に見えてるもん。そして面白い車が通過、お馬さんが引っ張る馬車がたくさんパークしてある。パーク内のツアーをやってるんだ。20分63ドルのセントラルパーク馬車ツアー。マップもらえるって、マップもらおう。 Can we get a map please?こんなになってる。広いね。キオスクみたいなところでフリーマップをもらえます。今この一番下のこの丸をつけてくれたインフォメーションのところにおります。セントラルパークズーっていうのがあるよ。 Let's find you a playground baby. I found you a playground. Do you want to go there? すごい、もうすぐ隣はマンハッタンのビルがそびえ立つという。早速かわいい休憩場所発見。なんかジブリっぽい。あーすごいかわいい。ここまだ着いたばっかりなんですけど、自然が豊かだわ。犬のお散歩とかしてる人たくさんいて優雅だね。子供のプレイスペース発見しました。子供も結構いて楽しそうです。ちなみにあれはですね、あの細くて高いこのビルは、あれはマンションで、一番上の階は100億するらしい。マンハッタンのど真ん中にあるマンション、その100億円のマンションが見える滑り台でリクは遊んでいる。明日からいよいよキャンピングカーをレンタルして自分たちで運転して横断を始めるわけなんですけど、ニューヨークには3泊して2日間丸1日街を観光したんですけど、やっぱニューヨークはあれだね、大都会すぎて映画の世界だったよ。あ、そうだね。そう、街並みはどこ歩いてても可愛いお店とかおしゃれなレストランとかバーとかあって、おしゃれな人たちが、かっこいい人たちがせかせかとコーヒー片手に歩いてたりとかして、なんかかっこいい街だね。ビルもそびえ立ってて、ただすごくなんか忙しい街でもあるかなと思ったかな。自然を満喫するとかじゃないかも、大都会を散歩する感じ。都会すぎて私はちょっと住めないかなって思った。私はブルックリン気に入ったわよ。あ、ブルックリンはすごいね、閑静な住宅街で素敵な場所だと思うけど、建物が敷き詰まってるじゃん。敷き詰まってる、窮屈に感じちゃうかなって思った。まあそんな感じでニューヨークもいろいろと現地在住者におすすめも教えてもらい、2日間でいろいろ見れたんじゃないですか。いいスタートなんじゃないですか。明日からが本格的な横断の始まりなので、明日はですねニューヨークからちょっと南下してワシントン DC に向かいたいと思います。ニューヨーク編はここで終わります。今回もセラストリップティップスをご覧いただきありがとうございました。ニューヨークの街についてちょっとでも詳しく知れた方はぜひいいねをよろしくお願いします。これからも一緒に旅を続けてくださる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。 Can I get a tall size pumpkin spice latteA grande hot coffee and this please. Want anything in the coffee? No, thank you. That's it. Your name? Sena, S-E-N-A. 1407. All right, please. Okay, you're open. Thank you. Oh, sorry, can I get the receipt?完全にパンプキンスパイスラテにハマってしまった。めっちゃハニーパンがくっつく。めっちゃハニー。なんかね、塩気がちょうどよくって、こっちは普通のピクルスだろうな。お、あー、ふっぱ。ピクルス苦手なの。かわいいね、やっぱアメリカ人の子供は金髪でさ、なんかの格好もかわいいんだよね。あ、いたいた。何喋る。